これだから無縁塚での道具拾いはやめられないんだ。霧雨の剣よ、今こそその真の力を示せ。まだ見ぬアイテムとの出会いか。商人の血が騒ぐよ。知っているだろう、僕は諦めが悪いんだ。これだから無縁塚での道具拾いはやめられないんだ。ゲームの歴史を知らない人にはわからない感覚なのかもしれませんね。奇跡を見せてあげます。もうダメです、私のライフは残りわずかです。風ハフリ、風ハフリ今日も絶好調です。ゲームの歴史を知らない人にはわからない感覚なのかもしれませんね。電脳世界って言っても大したことないのね。私の本気見せてあげるわ。別に疲れてなんていないんだから。私の行く手を阻むものは全て蹴散らしてやるわ。電脳世界って言っても大したことないのね。そこで外界のことに詳しい君を呼んだってわけさ。冷たいキュウリが食べたいんだけど。今日も元気だ、キュウリがうまい。張り切っていこうよ。次はもっとうまくやってみせるよ。そこで外界のことに詳しい君を呼んだってわけさ。まずは活動の拠点となる守谷神社を目指しましょう。何か食べないと動けなくなってしまうかも。私はここですよ。ナビゲーターとしてもパートナーとしてもあなたのお役に立ってみせます。この世界へやってきたプレイヤーをナビゲートするのが私たちの役目なんですよ。さあ、目に物見せてあげます。備えあれば憂いなしですよ。私がパートナーとしても一流だってこと教えてあげますよ。私はオリジナル電脳隊の霧雨マリサだ。一気に型をつけてやるぜ。コイフマスタースパーク、準備は万端だ。私たちのコンビネーション見せつけてやろうぜ。私はオリジナル電脳隊の長江郁です。天の怒りをその身に受けよ。長江郁、ただいま戻りました。見事空気を読んでご覧に入れましょう。それなら心配はいらないぞ、簡単に直せるからな。神の戦い方を見せてやろう。腹が減ってはなんとやら、信仰がある限り神が負けることなどありえないのさ。ここは電脳世界だからね、指先一つでちょちょいのちょいさ。少しだけ遊んでやるよ。よっしゃ、華麗に復活。アイテムの売買のことなら僕に任せてくれたまえ。商人の腕の見せ所だ。大丈夫、君のことは僕が守るよ。逃がしませんぞ。びっくりするじゃないですか。この
なったらダメで元々です。長いは無用、逃げれば勝ちです。私の瞳に見入られたみたいですね。何よ、もっとよく顔が見たいって言ったのは姉さんじゃない。私に出会った不幸を呪いなさい。まだまだ絞り取ってあげるわ。あなたも物好きね。顔を見ればあなたのことは大体わかるわ。私の負のオーラは無尽蔵だ。やる気がなくなったから帰るね。食べられれば何でもいいよ。またわけのわからない機体をいじっているんですね。取材の邪魔はさせませんよ。あやや、出直しましょうか。再びチャンス到来です。これだけこき使われたら愚痴の一つもこぼしたくなるに決まってるじゃないですか。自分の役割を果たすだけです。お腹が空いても手は抜きませんよ。私の牙はまだ折れていません。スペースデブリから逃がしたとっておきのナイトメアよ。さあ夢に身を任せましょう。現実は非常ってことかしらね。あら、夢でも見ていたの？楽しい楽しい、余興の始まりよ。あなたにふさわしい世界は決まったわ。オーケーオーケー、一緒に遊んであげるわ。楽しみましょう。出直してきたわよ。我々はレジスタンスだ。ロータスランドの勢力図を塗り替えてやる。優しく蹂躙してやろう。私は空腹など感じていない。滑稽だな。私たちと一緒に弱き者が笑って過ごせる世界を作りましょう。ちっちゃいからって舐めないでよね。下克上はまた次の機会にするわ。身代わり作戦大成功。めんどくさそうなのが来たわね。これが私の切り札よ。この場は一旦引かせてもらうわ。お金さえあればこんな。お二人とも昏睡しているだけです。命に別状はありませんよ。口に入れたくないな。いえ、お気持ちだけ受け取っておきます。はい、私も驚いています。バッツンキュートな黒髪のカッパ、私の発明でサポートしますよ。科学の力で悪を打ち倒します。こんなこともあろうかと。あふれるパッション、金髪のカッパ。悪いけど引き上げさせてもらうよ。バイバイ。いやーい、こっちこっち。まずそう。知的でクール、緑髪のカッパ、この発明でみんな救われる。バタン、ヒュー、ロータスランドよ、私は帰ってきた。逃げなさい、小鈴。あなただけでも。
だが言うこと聞かない。ターゲットロック、殲滅します。侵略すること火のごとく。お腹がペコペコのようです。動けません。敵対勢力確認。妖魔本スタンバイ。危険を感知しました。帰還します。限界が近いです。何かを摂取しましょう。あなたが来るのを一日先週の思いで待っていました。私はコチやサナエを超えてみせます。電話帯でもお腹が空くんですね。本人よりも強いってとこ見せてあげますよ。この程度で弱音を吐くなんて情けないわね。電脳体だと思って甘く見ないでよね。まだ負けを認めたわけじゃないわ。電脳体が本人より弱いなんて一体誰が決めたのよ。おととい来なさい。あの子たちがロータスラビリンスを攻略したみたいですね。怒りすら覚えます。実力の差を思い知りなさい。今度こそ期待に応えてみせます。相変わらず慎重なやつ。いや臆病なだけか。全員蹴散らしてやるよ。今日のところは引いてやるよ。まだまだ付き合ってもらうよ。気になるんなら試しに行けばいいじゃないか。私の酒が飲めないっていうのか。よし、二次会に行くぞ。やばい、出る。恐怖を知り備えるからこそ勝利することができる。もうこんなところにはいられません。お礼は言いませんよ。無駄なことはおやめなさい。これも良い修行となるでしょう。己の愚かさを悔いるがいい。そろそろ潮時か。命拾いしたな。実力の差もわからないのか。私よりも強いやつに会いに行く。お前ら全員ぶっ飛ばしてやる。これはホームシックの表情。こんな表情知らない。相手の強さがわからないうちはあまり迂闊に動かない方がいいんじゃないかしら。引き際はわきまえているつもりよ。少しだけ本気を出してあげる。金銭身代わり人形。上海バカじゃねえの。嘘。ほら、バカじゃないの。
それは強者ゆえのおごりかしら。これは急ぐ、うん、覚悟はできているかしら。ほらもっと遊びましょう。ですがお姉様、強者には強者の矜持というものがあります。あなたは必ずこの一撃で負けるでしょう。仕方がありませんね。撤退します。倒したと思ったか。こんな時こそみんなで力を合わせるべきなんじゃ。世界を滅ぼされてたまるか。お腹が減っても戦はできます。ルナラビットちゃん大行進。輝ける日の光サニーミルク。サニーミルククールに去るわ。光を屈折させればこれくらい。聞いて驚け、私は光の三妖精の中で一番の切れ者なのよ。静かなる月の光ルナチャイルド。邪魔するなら容赦しない。待って置いていかないで。お家でおとなしくしてればよかった。降り注ぐ星の光スターサファイア。私の能力からは逃げられないわよ。楽しかったわ。また遊んでね。あたいはクラウンビース、地獄の妖精さ。イッツルナティックタイム。次は絶対泣かせてやるからな。いたずら大成功。やっぱり最強のあたいがいないとダメダメだな。ただで済むというのかしら。希望もろとも打ち砕いてあげる。この結末予想できていたわね。飽きちゃった？帰るわ。私たちを助けてください。みんな消えてしまえばいい。死なないといいな。絶望しかない。悟り様もおりんも私が守るから。私のとっておき見せてあげるよ。悟り様に怒られちゃうから帰るね。いっぱい頑張るね。ごめんね。安心してね。期待になったらあたいが運んであげるから。見たか、これが太子様の力だ。雑魚は引っ込んでおるがよい。覚えておくがよいぞ。これが風水の力だ。なんでお前が偉そうにしてんだよ。やりたいようにやるだけだ。ふっ、見逃してやんよ。間抜けは見つかったよ。
かな。侵入者を確認。戦力を分析します。エネルギーを補給します。敵戦力を分析。最適な作戦を提示します。システム、オールグリーン。エネミー電脳体の生成を完了。侵入者の排除を開始します。武装名、ワームファンネル。発射。武装名、グランジホライゾン。制射。エネルギー減少。補給が必要です。武装の再構築を完了。武装名、ネメシスレイ。スタンバイ。自己修復完了。作戦を続行します。システムコール、演算を開始します。敵戦力を分析。プログラムを更新します。大丈夫ですか皆さん。この力、あなたのために使います。少し被弾しましたが、作戦に影響はありません。大丈夫です。いつでも管理者権限を行使できます。デバッグコマンド、リカバリー。今の私は向かうところ敵なしです。